自民党最大派閥に証拠りもなく配慮したのか、その後ろに控える岩盤保守層への媚びなのか、岸田首相が実施した内閣改造・党役員人事に伴い、29日の総務会で残りのポストが決まった。 札幌法務局にレイシストと断じられたも同然の杉田水脈衆院議員比例中国やエッフェル姉さんとあだ名される松川類参院議員大阪選挙区がそこそこの役職をゲットいずれも安倍派でハレーションを引き起こしている政界で一二を争うネトウよの杉田氏は先日アイヌ民族らへの差別投稿をめぐって札幌法務局から人権侵犯を認定されたばかり 一連の言動で昨年末に総務政務官を更迭されて無役だったが、環境部会長代理に就いた。部会長に次ぐナンバー2だ。自民の部会は政策分野ごとに設けられ、政府提出法案の審査や政策立案に携わる。占領を辞すべき人間が環境政策に影響力を持つなんて、めちゃくちゃだ。 当初は外交部会長代理で調整されていましたが人事案が漏れ伝わるとあちこちから反発の声が上がったネトウヨ丸出しでギャンギャンやられたら関係国と不要な摩擦を引き起こしかねないそれで格下の環境部会へ差し替えられたもっとも本人は反省の色ゼロ法務局からアイヌ文化を学んで発言を注意するようにと啓発されたとの報道に アイヌ文化を学ぶようにとか、具体的な啓発なんかなかったと文句を垂れています。副幹事長に就任したエッフェル姉さんもしり、問題のフランス研修を、真面目な研修だったと言い張ったものの、報告書などを公表することもなく、8月下旬に女性局長を辞任して雲隠れ、けじめをつけずに表舞台に復帰した。 あの騒動前は BS の報道番組などに引っ張りだこ米国霊銃で中韓に対して強硬発言を繰り返していました会見防衛費大幅増敵基地攻撃能力の保有非核三原則の見直しに賛成する高派。地元大阪では冷たい視線を向けられていますが高派受けする論格としてまだ使い道があるということでしょう 岸田自民党が女性活躍社会を実現するなんて土台無理なのだ以下はネチズンのコメントをまとめたものです選挙で別の選択肢がないことが政治に緊張感がなくなり国民にとっても不幸だから平気でこんな人事がまかり通るベストがないから選挙投票に行かないのではなくもっと利口になってベターに投票したり 与党への牽制のためにバランスを見て投票すれば緩み切った与党への牽制になって政治に緊張感が生まれる先進国は政権交代があるから緊張感が出て切磋琢磨する要は国民の投票行動が日本の存在感の低下の惨状を招いているこれはいかに人材不足かが露呈したということだろう お金の問題や不倫やそのほかもろもろ女性議員で問題のない人が何人いるだろうか岸田が総理になった時この人で大丈夫かなって思ったがその心配が現実のものとなっただからといって野党はもっとひどいもう選挙権を返上したい気分だこの辺りから日本の崩壊が始まるんだろうか 私はもう年だから良いが子や孫がどういう時代を迎えるのか心配でならない杉田水脈松川類今井絵理子女性活躍社会の構築の足を引っ張る女性議員の典型的な人たちがこの人たちですね恥ずかしくないんですかね女性有権者もこの人たちが排除されるように考慮してほしいです 岸田総理はとてもずる賢いので国民感情より党内勢力を重要視しているのは先日の組閣などを見ても一目瞭然自ら世論に一喜一憂しないと言っちゃってますしねつまりは国民がどう騒ごうと自分の座を追われることはないけど党内勢力で劣勢になれば一瞬で総理を引きずり下ろされるって考えているのでしょう しかし不思議なのは、これだけ叩かれ続ける杉田氏を重用し続ける理由を知りたい。何か裏があるはず。